こんにちは。NFL のシアトルシーホークスでコーチをしていた春木ロッキー瀬戸です。NFL はアメリカで一番人気があるスポーツで、チャンピオンを決めるスーパーボウルは国民的なお祭りです。私はアメリカで生まれた日系二世です。お父さんとお母さんからは真面目に働くことや我慢することの大切さを教わって育ちました。ハイスクールの時にアメリカンフットボールを始めて、アメリカを代表する大学チームの南カリフォルニア大学でプレーすることを夢見ていました。南カリフォルニア大学に入学して、アメリカンフットボールチームに入りました。大学4年生の時、大学からアメフットの奨学金をもらいました。とっても嬉しかったです。両親もすごく喜んでくれました。大学を卒業した後も大学院に残って南カリフォルニア大学で11年間コーチをしました。その時の監督ピート・キャロルさんが NFL のシアトル・シーホークスの監督になる時にピート・キャロルさんと一緒に大学から NFL のシーホークスに移りました。シーホークスでは7年間コーチとして働きました。2013年と2014年にはチームがスーパーボウルに出て、2013年にはスーパーボウルのチャンピオンになりました。アメフットの選手、コーチにとってスーパーボウルで優勝することは一番の目標です。でも、スーパーボウルのチャンピオンになりよりももっと大切なものがあります。それは人生のチャンピオンになることです。どうやって人生のチャンピオンになるでしょうか？その方法はこの本、聖書に書いています。聖書は神様のラブレターです。誰でもスーパーボウルチャンピオンになることはできませんが、誰でも人生のチャンピオンになります。私はそのことをあなたに伝えるためにシーホークスのコーチを辞めて牧師になりました。神様の愛を伝える仕事に就いたのです。神様のことを知るために近くの教会に行ってみてください。祝福された人生が待っています。For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through him. He who believes in him is not judged. He who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. イエス様は誰ですか？イエス様は唯一の創造者の神が人間の形をとってこの世に来られました。すべての人は罪人です。イエスが十字架上であなたの罪のために死んでくださりました。イエスは3日目によみがえられ、ご自身が唯一の神であることを証明されました。イエスを信じるのであれば罪は許され永遠の命が与えられます。My name is Rocky Seto and I play for him.